ジョバンニバティスタ・アミーチ。ジョバンニバティスタ・アミーチは、イタリアの天文学者、工学研究者である。屋根型プリズムのアミチプリズムは、アミーチの名前が付けられている。モデナで生まれた。ボローニャで学んだ後、モデナで数学を教えた。生物学の研究のために、顕微鏡を製作し、工学機器に関する成果を発表した。1931年に、 フィレンツェに招かれ、天文台の所長と自然科学の教授に任じられた。優れた望遠鏡を製作し、フィレンツェのアルチェトリ天文台の望遠鏡の28センチメートルのレンズは当時の世界で2番目の大きさであった。太陽の成長を精度よく測定するティプリドスコープの発明物でもある。フィレンツェで没した。月のクレータと小惑星アミチに名を残す。 アミーチは、植物の学名で命名者を示す場合に、序盤にバッティスターミーチを示すのに使われる。アミーチイコール 1951XO イコール 1984FA イコール 1986VT4MPC2021 年8月28日閲覧。ありがとうございます。